どうもこんばんは、エネムです。今回は東京ぐるりインボーク、メンテが明けて新しいガシャ、包帯の内側ということで SSR のエトが登場しましたね。これステップアップになっていて青霧のキーがピックアップされてるんですが、なかなか闇ですね。最近絞りに来てないかな、前からかな。まあいいんですけど、ちょっとスキル見ていきましょう。あー、ルート A か。ルート A なのね。あの、冒頭だね、ルート A の。なるほど、なるほど、なるほど。2ターンの間、敵勢の攻撃力を 50% にダウン。あ、半減。稀に麻痺。強いな。稀に麻痺か。で、アタッチが青霧の木 40%。あー、140% か。あー、なるほど、なるほど。まあでもね、青霧のキーだけなんでね。あ、しかもこれブレイクか。なるほど。攻撃じゃなくてブレイクなのね。ちょっとなんかあれだね。アキラ寄りの介護官みたいな感じかと思ったけど、ブレイクなんだね。ということで、10回引いていくんですが、連続ガシャが30個、10連が30でステップ1が引けるっていうことで、もういつもならね、単発10回行くんですが、あれですね、行きますか。1日限定優勝15個、優勝15個で10連が引けるらしいんですけど、これはステップアップに入るんですかね。あの、そこを教えてほしい。入るの、これは。優勝15個のやつでステップアップ、1段階ステップアップするんですかね。ちょっと知ってる方いたら教えてほしいんですが。というわけで、10連やっていきましょう。もうね、一瞬で終わるからあんま面白くない。え、何これ、データの不整合が発生しました。おかしいですね。これエトが来る前兆なのでは。エトが来る前兆なのでは。労働入ったっていうパターンなのでは。いいぞ。おい、来るんじゃねえかこれ。おい、これまさか来るんじゃねえか。お、グールだぞ。あ、これ来るんじゃねえか、まさか。まあ、青霧の木だからさ。グールしか来ないんだけど。セイーフー。これですよ、ガシャ引く前に。俺これ見つけた、新しい法則見つけた。これガシャ引く前にデータの不整合でホーム画面に戻されたらピックアップが来る。見つけてしまった。というわけで、まさかステップアップ最終段階までいけずに、最初の何に30個のお得な10連で引けてしまいましたね。データの不整合、あー、これ見つけましたね。確定演出。東京グールリンボーク、新たな確定演出見つけました。データの不整合でホーム画面に戻される。これ確定演出です。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。